トレビズさん、今回はですね、2人用の対戦ゲーム、アナログゲームの中で、最高傑作と言われてる、ポケモンカード？違います。ポケモンカードより面白いです。マジっすか？お前が言うのか、それは。いや、わかんないですけど、はい、こちらやっていきましょう。はい、バトルラインです。バトルライン？はい、これどんなゲームかと言いますとですね、どんなゲームなんですか？ここにですね、1から10の数字が書かれてて、はい、黄色とか紫とか青とか、あります、ね、まあ、オレンジとか緑とか、6色で1から10、はい、つまり60枚のカードがあります、はい、まあ、このカードをプレイしながら戦っていくゲームなんですけれども、はい、ここにですね、こんな感じで、なんすかこれ、これ女子トイレのマークやないかお前。いや、違います。これ集めてくんだお前、どっから持ってきたんだよ。これ女子トイレ、これ女子じゃありませんよ。これ女子じゃないんですけど、お前9人も買ってきたよ。違います、違います。こんな感じでね、はい、まあ、並べるんですよ。このゲームではこれフラッグって言うんですけど、はい、この9個のフラッグをまあ取り合う、はい、ゲームなんですけど、まあ、どうやって取り合うかっていうと、くどくんすか？まあ、くどくないです。このカードあるじゃないですか、はい、これ3枚ずつで戦っていく、まあ、9箇所で戦うみたいな感じです、はい、役があります。3枚のカードを、まあ、順番に相手選手とトリッピーさんがこうやってね、はい、7枚ずつなんですけど配って、はい、まあ、これを順番にね、じゃあ僕最初はここに置きます、アイゴリが、ね、ライン、はい、人のラインで置く、アイゴリがここに置きます、はい、俺がここに置きます、俺が、はい、相手選手がここに置きます、はい、俺がここに置きますって言ったら、この人のラインでね、3枚3枚で戦うんですよ、はい、でそこのポーカーみたいな役で、例えば俺が7、8、9のロイヤルストレートフラッシュだったら僕の勝ち、はい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 、相手選手が、まあ、8、8、8の3カーだったらアイゴリの勝ちみたいな感じで戦っていくような感じのゲームでございます。わかりました。その、戦いの、役の強さみたいなんだけど、はい、一番強いのがこのロイヤルストレートフラッシュ、連番で色が一緒、連番で色が一緒、6、7、8とか6、7、8、はい、でその次に強いのが3カード、こんな感じで999とか888とか、10と1は繋がりますか？10と1は繋がりません。残念ながら、だから、これ絵が描いてあるんだね。あ、そうなんだよね。弓矢が一番弱くて、そう、弓矢が一番弱くて10は象、もう象の強さだから、これ最強ですから、槍と盾持つ意味これもね、やっぱ戦力だから、はい、なるほどね。こんな感じで、ね、ここのフォーメーションでは相手が強いからもっと強いので行こうみたいな感じの駆け引きなんですよ、はいはいはい、なるほど。でこの3カードの次に強いのが同じ色3枚、例えば黄色、黄色、黄色とかのフラッシュ、はい、まあここら辺は結構ね、まあ、馴染みあるんじゃないですか。ポーカーと一緒ですね。ポーカーでやってる3枚の、まあ、ポーカーみたいなもんです、はい、次に強いのが同じ数字が連番になってるストレート、例えば3、2、1とか、はい、まあ、これがね、本当は2が黄色だったら一番強いのにとか、そういう感じになるわけですよ、はいはいはい、まあ、こんな感じですね、この順番、ね、はい、一番強い、2番目に強い、3番目に強い、4番目に強いで、何も役がなかった、こういうのが豚です。はい、はい、で同じ役だった時は3枚の合計の値で戦います。あ、なるほど、はい、だから豚 VS 豚だったら、はいはいはい、まあ、ここのでかい数字の豚の方が強いから、なるほどね。まあ、まあそれを順番にやっていくだけのゲームでございますが、じゃないですか、ちょっとだけね、奥深くなるために、はい、戦術カードっていうのがあります。無理無理無理、そんなに覚えらんないよ。戦術カードを覚えてください。そんなに覚えらんないよ。ここですね、まあ、戦術カードはちょっと難しいんで、はい、動画の中でね、はい、実はね、こんな感じのこと言ってますけど、相野選手さんとね、もう裏で2回ぐらい戦ってるんでね、やめてくださいよ。相野選手はルール知ってるんでね、やめてくださいよ、まあ、裏で出しましょうか。やらせチャンネルだってことがバレちゃうじゃないですか。やらせチャンネルです。まあ、やってみましょう、はい、視聴者の方には分かりやすくする感じなんだけど、一番のこのポイントっていうのがあるんですけど、はい、なんですか。このゲームには透明というね、はい、ルールがあります。こんな感じでね、相野選手さんが9球を出してます。僕あと1枚9があれば3カードですね、はい、でトリッピーさんが7、8の黄色を出してます、はい、さっきも言ったけどストレートフラッシュの方が強いんですよ、はい、トリッピーさんが3枚目のこれを出した時、はいはい、7、8、9、はい、ストレートフラッシュで一番強い役を出した時、はい、アイゴリってこのまあ3枚ずつで戦うんであと1枚出せるんだけど、はい、何を出してもさ絶対にさ俺に勝てないじゃん。まあそうだね、もう何を出しても勝てないでしょって分かった瞬間にこのフラッグがトリッピーさんのものになります。これが証明です。相野先生さんもここ9出しても勝てないですよね。分かんないです、分かんないです。いや、分かんなくないですよね。ペンで乗ったらみたいな、そんな感じで、はい、もっと、トリッキーなことを言うと、はい、どうも皆さんこんにちは、トリッピーです。トリッピーじゃない。違う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 、こういう状態の時にね、はい、僕はここが黄色の8、9で、アイノセンさんが青の8、9、はい、で、この状態でアイノセンさんがここに置いたとします、はい、これ置きました。8、9、10できます、はい、めちゃくちゃ強いじゃないですか、はい、でもトリッピーさんってここに黄色の10を置いたら別に同じじゃないですか、はい、でもここに黄色の10ありますよねって、すぐ出ちゃってると、出てますよねとか、そういう状況とかも考慮して取ることができる、はい、この証明は指摘できればいいってことですね。そう、指摘できればいい、はい、あ、だから俺ら多分ね、指摘ね、動画の中でできない可能性ありますあのコメント欄優しくしてください、はい、あの僕ら気づかずにやってるかもしれないけど、はい、ルール上ね、はい、指摘した時に取れる、はい、あ、ここにこれとこれとこれがあるから、こ
これは絶対僕の勝ちだよねって証明ができたらいける。指摘させないように注意を他に向けてもいいってことですよね。あ、そうです。そういうことですよね。あえてなんかね、一応このなんか戦術カードとかあるじゃん、はい、あえて指摯せずに取らないっていうプレイがある。あ、本当は上級者あるらしい。なるほどね。でも俺ら多分それはそこまでは無理。いや、僕それが狙いなんで。あ、オッケーです、わかりました。それが狙いなんでね、最初から、はい、ということで、まあ、とりあえず1戦目やっていきましょう、はい、ルールは以上です。はい、画角も変わったところで、はい、対戦よろしくお願いします。これどうやったら勝ちなんですか？それ言ってなかったですね。フラッグを5本取れば勝ちです。はい、それか隣接する3つのフラッグ、例えばこことこことここみたいな隣り合うフラッグを3つ取れば勝ちです。3連で取れれば勝ち。そういうこと。もしくは5個、バラバラでも5個取れれば。そういうことです。対戦を開始しましょう。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、戦術カードはこっちであると、はい、僕の手札は一応見せますけど、まあ、見ないでください。あんまり僕もプレイ上手くないと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、はい、アイナ選手さんから。僕からでいいですか？はい、確かね、配ってない人から始まる。あー、なるほどね。どうしよっかな。連続で横取ったら強いから、はい、まあ一旦様子見で、端っこは弱い読みです。あ、なるほど。赤の4を、うん、赤の4を端っこにします。じゃあトリッピーさんいきます。真ん中ぐらいに赤の2置いちゃおうかな。あー、なるほど、強気ですね。であの1枚置いたら1枚引いてください。あ、僕、はい、手札が7枚になるように引いてくるんですね。そういうことです。はい、じゃあ僕も1枚引きます。これで毎ターン7枚にして、はい、いつでもどんな状況でも戦術も引けます。まあ、どんな感じの効果があるかっていうと、はい、例えばもう何にでもなるようなリーダーカード、ダリウスだったりするんですよ、はいはい、トランプでジョーカー、ジョーカーね。まあ、そうそうそう、うん、なんで2回以上連続で使えないのかな。はいはいはい、はい、俺が1枚使ったらもう俺は使えなくて、アイグリが使うまで使えない。2枚以上差が開けない。あ、なるほどね。プラ1ぐらいには付けられるけど。そうだから俺が1回最初に使う、アイグリが使う、またアイグリが使う、そしたらアイグリ今度使えない。3枚使えないってことでしょ。トリッピーが1個しか出してなかったら俺3枚使えない。そういうこと、そういうこと。まあ、最初に出した人は次相手が出すまで使えないって感じかな。わかりました。はい、じゃあよくよくわかりましたよ、はい、トリッピーさん、あなたをね殺して差し上げますよ。オッケーです。殺して差し上げよ。あなたをね、私殺して差し上げますよ。いいよ。はい、5です。5、黄色の5、重装槍兵。槍の方が強いんだ。槍の方が強いっぽいね。じゃあ僕も行かせてもらうか。5でしょ。じゃあここ戦おうか。うわー、青の 9！ わざわざ潰しに行くんだよ。おい、9どうせあれだろ、1個ずつで出すんだろ。だから3カードよりもね、やっぱりね、ストレートフラッシュ作った方が強いんですよ。わし、どうする？こいつなんかこの辺狙ってんな。お前さ、そういうの一番良くないと思う、俺は。ほんと？ここ9です。おうおうおう、なるほどね。じゃあ行きます、僕。赤の10で、うわー、いくさぞ。戦わせていただきます。じゃあ1枚引きます。これね、わかりました。戦います、あなた。戦う、俺も戦うの。戦います。最初は戦わない方がいいじゃん。戦ってないね。7 OK です。はい、引きます。じゃあ僕出します。これ出しときます。9、8、7。でもこいつ7持ってねえわ。青の7あったら最強。7持ってねえわこいつ。まあでも最悪フラッシュにもなるんで。なるほど。結構フラッシュ強いんで。お前の中ではな。同じ色が3枚ね。お前の中ではな。はい、ほら来いよ。じゃあここに6出します。7、6。おお、ほうほうほう、やばいな、そこ取られそうやな。じゃあ一応引いてください。はい、あれですね、忘れないでもらっていいですか？すいません、カード引くの。すいません、毎回言わないといけないんですけれど。すいません、これ2枚置くの弱い気がするから、ここら辺に置いとこう。なるほど、紫の9です。なるほど、カード1枚引きます。なるほど、賢いですね。これはですね、はい、私の方も、まあ、ちょっと考えたい所存。これね、もう仕掛けます。お前7引けない。俺が7引く。あ、本当持ってるな、これ。俺が7引く。これワンチャン持ってる、やべえな。アイグリ青の7持ってる可能性がある、これ。お前が7引けない読み。青の10でもいいのか。まだ全然可能性あるな。ここ戦うべきか。とりあえず置いとくわ。捨てろ。10使っちゃっていいんですか。緑の10ドローします。10だって使っちゃっていいんですか。緑の10置きます。ダメでしたね、これね、すいません、はい、あ、すいません、ありがとうございます、はい、ちょっと分かりづらいですよね、はい、怖いよ怖いよほら。でもここをおろそかにすると3連で取られて負けちゃうからな。あ、まあ確かにね。おろそかにしない。おろそかにしない。すべての人間を、えらいぞ、すべての人間と向き合う構え。あ、でも一番右なんすね。ここでいきます。 OK です。どうしよう、めっちゃ早いけど、もうじゃあもうやるか。はい、で、一番いきます。おー、なるほど。ドルー。おー、なるほど。あいつまだ赤の4持ってねえや、あの感じ。俺わかる、俺にはわかる。なるほどね。俺ミレニアムアイド使い手だから。はいはいはい。遊戯王、遊戯王、あなたは赤の4持っていないです。ないです、雑魚です。ちなみに僕は最強のカードを引きました。
震えています。青の7か、青の7か、果たしてどうでしょう。最強のカードってなんだ。青の10か。あー、考えてください。青の10持ってんなあいつな。どうするんですか。ここ、青の1ですね。尊敬。じゃあ、ここに、まあ、順番関係ないんで9、8、10とか置いてもいいんですけど、はい、青のストレートフラッシュができました。この時点で、はい、アイノセンスさんは、まあ、黄色の7とかのストレートフラッシュでも合計値が僕の方が高いんで、ここは僕のものです。アイノセンスさんもここ置けません。で、俺戦術1枚取ります。はい、どうぞ。ドロー。こういう戦術を取りました。アイノセンスさん考えてください。はい、じゃあ僕いきます。一旦ここ6で。はい、OK です。戦術いきます。はいはい、どうぞ。そんな強くないカードなんで、これは後半かな、さすがに。まあもう完成させとくか、ここ。1、はい、ストレートフラッシュ。なるほど、完成させました。1枚ドローします。勝てばいいって話ですよね。はい、そうなんだよな。結局ね、後からの方が強いんだよな。結局勝てばいいって話ですよね、はい、じゃあここ、はい、僕はもう色で攻めますよ。ここ 9にします。4、9、OK です。じゃあ僕はここに置きます。18。なるほど。で、戦術カード引きます。これは戦術カード何枚引いてもいいんで。はい、わかりました。来い！うわ、くそ！これはあれだね、ちょっと俺が欲しい戦術じゃなかったね。なんでもいい数字の戦術カード引けたら、ここでね、俺は9の緑だよ、これは、って、ここも取ろうとしてたんですよね。なるほど、なるほど。だからこれ戦術がね、手札に加算でしまうとね、他の数字が低くなるんで、ちょっと不利なんですよね。そんなね、良くないですね、トリピさんね。はい。赤の、5か8が欲しいなぁ。もうここ置けないんですもんね、多分。あ、そうですね。もう一応もう、はい、多分ハート取られてるとか置けないかな。わかりました。はい。でーん、7。だーん、7。ここに7にします。オッケーです。じゃあ、まあ、ここら辺はちょっと必要ないの。ここね、勝てそうなんですよ。赤とかで出してるから、ね、そう。ここで戦います。オレンジの5。なるほど。ドロー。面白いですね。おー、なるほど。やばい、手札が弱くなってきたかもしんね。あいつなかなかやってくれよるな。ほうほうほう、ここやな。出てない、まだ黄色の9は。8をします。はい、オッケー。18です、ここ黄色。18、オッケーです。黄色の9を狙ってると。はい、そういうわけだな。ただな、ハンド的には、あ、これか。黄色の4でドロー。うん、なるほど。困りましたね。お前さ、はい、何色欲しいのかな。あ、なんだ。お前、緑の7とか欲しかったんじゃないかな。やばい、最悪だ。緑の7とか欲しかったんじゃないかな。緑の7、お前が持っていたといいのか。さあ、じゃあ俺は青の4を置きます。あ、なるほど。ドロー。カードでね、攻めるぞ。カードで攻めてくるのはやばいですね。そういうことだ。僕、戦術使います。はい、OK です。じゃあちょっと見せてください。あ、キリ、やばい。これは全てのフォーメーションを無効にします。これ、つまり役がなくなります。キリカードを廃止されたフラッグは、双方3枚のカードを出した合計、まあ、両方とも豚で考えると。はい、そういうの。どこにフラッグを。ここやばいな。そしたらこの役がストレートフラッシュじゃなくなって、ただの6になるんで、うん、ここはアイグリに取られちゃうみたいな。 そんな感じですね。そういう感じの戦術が強いんですよ。縦列に1個置けると。はい、ここに置かない。ここ強い。ここ俺が強い。ここにします。オッケーです。じゃあ霧がここかかったんで、はい、俺はもうこれ6になりました。はい、数字の。わかりました。アイセンスは6以上置いた瞬間にフラッグ取れます。わかりました。で、じゃあ1枚使ったんで、はい、僕戦術補充しますね。オッケーです。で、この戦術はアイセンスさんが1枚使ったんで、はい、アイゴリは今戦術使えません。はい、わかりました。トリッピーさんが戦術使うまで使えません。わかりました。俺は2回連続使うこともできます。はい、じゃあやばいな。戦術はね、マジでね、大逆転要素があるので最強なのです。いきます。はい、ここだ。いや、こっちでもいいけど、もう77だったら99で勝てるんですよ。無理やりストレートフラッシュを狙わなくても、ちゃんと3カード同士の戦いで勝てるので。なるほど。ヒットが多くする。で、4。さあ来い。どうしようかな。天下分け目だわ、ここ。あ、マジ天下分け目来てる。マジ来てる。アイゴリまだ戦術使えないのだいぶ大きいんじゃない。そうなんだよ、戦術使えてんだよ俺。はい、今戦術使えたら強かったんだけど。危ないです。まあね、そんなに差は開かないようにできていると、はい、このゲーム。そういうことなんです。僕はこの戦術を使わないことによってアイゴリの戦術を止めているんで。素晴らしいゲームになっております、こちら。はい、ここ10置きます。 OK です。9、10にします。90、強い。で、カード戦術か。でも戦術使えないんだよ、一瞬。こっちにします。 OK です。いや、これね、まだ僕戦えないんすよね。一番左側に1を置きます。わ、はい、かりました。ドロー。なるほど。じゃあ僕いきます。やばい。僕は8置きます。ここ揃えます。はい、ス
ストレートフラッシュです。 OK です。ただ、はい、まだ確定ではないと。そうだね、緑の9が僕あるんでね。はい、そしたら僕勝てるんでまだ取れません。はい、わかりました。はい、じゃあ、カード引いてください。はい、こっち引きます。はい、OK です。じゃあ僕いきます。ここに一番左側に、はい、これ1、2枚だね。はい、1の3カードを狙って、じゃあ1枚ドローします。ドロー。はぁ、なるほど。はい、いいですか。はい、僕最初から持ってました緑の9です。ここに置きます。やばい、はい、これは霧の状態で僕5で、はい、アイヨセンスさんはもう俺が5以上ないから取れると。はい、じゃあもうこれ確定で取っていいっすってことですね。確定で取っていいですよね。はい、だってアイヨセンスさん置けないですもんね。はい、はい、それとあなたこれもうね、これ私に勝つにはもうこれ連番を作るしかないと。はい、で18なんで相手の9、はい、相手の9私が持っていました。はい、じゃあこれ絶対ありません。やばい、立ちます。やばい、おっとまずいまずい、2個一気に取られた。じゃあカード引いて補充してください。はい、どっちにしようかな。やばい、どっちでいいかな。緑の9持ってたのか。僕最初から持ってました。いやだったらやっぱね、こっちの戦術カードで早めに緑の9のあの何にでもなるジョーカーカードを置いて取るべきだったんだよ俺は。でもこんなに2枚持ってからね、悔しいね。さすがに悔しいね。いきます。はい、ここに2置きます。はい、紫の2置いてドロー。ほー、なるほど。トリピさん、はい、あなたは戦慄します。私のプレイングにマジここに7を置きます。はい、そうするとどうなるかっていうと、もう証明の時間です。トリピさん、証明の時間急に入る。この後ね、負けます。僕7とで、トリピさん9狙ってますよね。はい、でもこれ6色しかありません、このゲーム。はい、はい、9、1、はい、2、はい、3、4、5、6、出切っています。あなたが9を置けることはもう絶対にありません。やばい、本当だはい、お疲れ様でした。はい、証明完了。やばい、本当や、これ9ずっと待ってた。補充してください。あ、すいません、あ、すいません補充してください。そうなんだよね、このね、ワイルドカードとかの戦術カードで可能性もあったんだけど、はい、それは証明には関係ないんだよね。はい、ということで、じゃあ僕ここに4を置きます。はい、はい、4の3カード、証明の時間です。はい、はい、アイノセンスさん、普通にこの3カードは勝つには、まあ、同じく3カードがもしくはストレートフラッシュしかダメなんですよね。あ、はい、で、黄色の9しかストレートフラッシュできませんね。黄色の9、はい、ここに出てるので、トリピさんこれ勝ちです。はい、ありがとうございます。正面9入り、わかりました。危ねえ、ここ取られてたらこれ3つ並んでるのが勝ちだったんで、はい、まだわかんないと、はい、ここの取り合いだね。り残りのやつの今3対2だから。で、俺はカードこっちから1枚取ります。ドロー。はい、やべえな、こっちが俺あんま強くねえんだよな。僕3でいきます。はい、 OK です。ああ、いいの 3? あ、なるほどね。で、俺戦術引くわ。確かにね、ここね、ストレート作るのが一番強いっちゃ強いんだけど、いや、これ出してストレート狙うのもありだけど、それよりも俺もね、戦術引きたいんで、ここ3カード狙いでいこう。はい、俺は戦術引きます。はい、ドロー。おー、なるほど。こんな感じの、僕はリーダーカードってやつを引きましたね。はい、各プレイは1回しかリーダーカードは設置できないですけれども、はい、まあめちゃくちゃ強いと。どうしよっかな、もうここにしか置けないってことですよね。そういうことです。旗が取ってないところに絶対置かないといけないんで。トリッピーさんのが1手順有利というわけか。1枚少ないんで、まあ、どっかを潰さざるを、どっか潰さないといけないですね。確かに確かに。あー、俺は未来にかけたい。はいはい、じゃあここ1312狙いで。あー、なるほどね。OK です。いや、ここね、ワイルドカード切ってもいいんだけど、切ったらね、あいつワイルドカード使ってきそうなんだよな。まあでもやるか。使います。はい、ワイルドカード多分使います。はい、こちらに置きます。これは舞台カードと同様に場に配置できるんですけれども、フラッグを確保する際に都合のいい色と数字の1、2、3いずれかを選べます。じゃあここを今からフラッグ確保するんですけど、都合のいい1にします。はい、まあ何色でもいいや。はい、すると3カード、1の3カードになります。アイノセンスさんは3カードより強いのはストレートフラッシュですが、もちろんストレートフラッシュはね、赤の4機では作れませんので、この時点で取ります。なるほど、僕戦術取ります。はい、まだ俺戦術使えますから。おー、なんかそれっぽいの来た。じゃあ僕、はい、いいですよ。待って、手札が1枚足んない、引いてなかった。あ、引いてください。それは戦術から取ろう。あ、いいっすよ。私は戦術から取ります。 OK です。で、アイノセンスさんも今俺戦術1枚使って、アイゴリも1枚使ってるから、なんと戦術使えます。どっちだろうな。トリッピーも戦術使えるんでね、よろしくお願いします。どっちだろうな。今3対3です。このフラッグの取り合いです。これルール間違えてた、ごめんね、リスナーの人、許してね。でも俺らルールでやろう。俺らルールでやってるから。今確実にするか、勝利をつかみに行くか、どっちだ。僕はリーダーカードダリウスします。ほう、これ2にします。オレンジの2。なるほど。そうするとトリピーさんはもう2、2、2、3、3カードではこのストレートフラッシュにかなうことはありません。はい、よって私を勝ちとなります。さあ、先に行かれたあとアイゴリは1個取ったら勝ち。あと1手です。
やばいなこれは。トリッピーさんこの2個を取るしかないと。そういうことですね。僕もこちらの、戦術カードを使います。はい、脱走です。脱走、はい、まだ確保されてないフラッグに配置されてる敵のまあカードを任意のカード1枚選んでそのカードをゲームから取り除くことができます。はい、僕が取り除くのは舞台カードの10を。うわー、これは、9はもう全部盤面に出てるんで、はい、9の3カード作れないんですよ、はい、で10取り除いたらストレートフレッシュも作れないんで、なるほど、あなたは、まあ、色のねオレンジで作っていくことしか多分できなくなるはずです。これでお互い戦術カード2枚ずつなんでアイゴリも戦術使えます。はい、トリピーさんはもちろん戦術引きます。もうここまで来た。ちょっと僕さっき1枚引けてなかったんで OK です。引いときます。はい、戦術引きます。わあ、オレンジ、これが本当欲しかったんだよ。やばいよ、これさっき欲しかったんだよな。戦術しましょう。もうこれは、はい、偵察します。読んでください。舞台か戦術カード、まあここの今ずっと引いてる山札から好きな組み合わせで3枚までカードを手札に加えます。その後手札から任意の2枚をそれぞれの山札の一番下に、こっち3枚引きます。こっち3枚 OK です。うーん、で好きな任意のカードを2枚山札の一番下に入れてください。はい、わかりました。強いけどって感じだね。そうなんですよ、下に入れます。はい、 OK 入れてください。はい、これダイナセンサー今戦術使えません。はい、じゃあトリッピーいきます。ここに5-5置きます。これでやばいやばい、あいつ5揃えようとしてんのか。いきます、ドロー。うん、なるほど、5は揃わないよ。じゃあアイノセンスさんです。確率高い方はどっちだ。どっちだ。6-9でいいです。 6-9OK です。で1枚します。はい、 OK です。 6-9 トリッピーさんはここで最悪だ。アイノセンスさん3枚だよね。アイノセンスさんもうあれ戦術使えないですよ。で、はい、俺2枚だからいけて、リーダーカード1回の戦闘で1枚しか使えない。うわー、やばいやばいやばい。ワイドカードとしてジョーカーです。これをやばい、まあ、赤の5とかにします。するとアイナセンスさんは、まあ、3カード上から2番目に強いんで、はい、取れます。くっそ、やばい、はい、アイナセンスさんは無理です。これで今俺は 1-2-3 4つ、アイナセンスも 1-2-3-4 やばい、心取り合う。そこがさ、で俺はこれ 3-3 だよね。今戦術俺まだ戦術使えるよね。使える。こっち引くわ。最後の1枚の戦術引きます。やめて、返して返して。俺が最後に引いたらこんな感じの効果です。いや、俺がね、俺が持ってる戦術がね、はい、使えなくなりました。あ、マジ？うん、マジ？使えなくなりました、そのプレイで。あ、分かった、危ねえ。ここだったよね、アイゴリが取りたいの。そこだった。でも俺ここ置くしかないんでしょ。うん、絶対置くしかないでしょ。絶対置くしかない。じゃあ置きます。くっそー。あとアイナセンさん、じゃあそれ豚かな。はい、豚です。で、アイゴリはもうこれから永遠にパスかな。あ、一応あれか、戦術カードが使えるんだったら使ってもいいのか。はい、じゃあこれさすがに俺勝ったんじゃないか。あ、待ってくれ、この裏切りを使ってあんたの9とかをこっちに移動しようって思ったら、そしたら俺紫のフラッシュで負ける可能性がある。じゃあもうブタレカとここに1枚置きます。8重騎兵で1枚ドローします。で、アイナセンスさんはパスですか。パスです。パスですね。カードはもうここにしか出せない。裏切りする日か。で、裏切りする日か、お前。裏切りしなくても勝てます。じゃあここに最後に8を置いて。裏切れよ。で、裏切りしたらお前置く可能性あるじゃん。あ、危ない。裏切りしたら俺が。裏切りしたら最強になるだ俺。最強になるだな。はい、ということで、ここは役が2人ともないので、アイヌ選手が数字の3枚の合計だから、はい、15、22。はい、で、俺が、26。で、ここ参りました。フラッグトリッピーさんが5本持ってるドリブラガーズです。参りました。参りました。いい勝負したんじゃない。めっちゃいい勝負だった。めっちゃいい勝負したよね。しかもなんかやりたいことの戦術とかも意外とね、2回遊んだらこの戦術のルールも全部覚えるもんね。うん、すごい面白い。神ゲーや。神ゲーです、こちらは。という感じのバトルラインでございました。俺もこれでデッキ構築するわ。デッキ構築ないよ、お互い共通ないよ。多分ね、俺らはまだ初心者で遊び始めたばっかだけど、はい、まあちゃんと本当にプレイングとか上手くなったら割と戦略性のあるカードゲームだと思う。はい、はい、ということで今回もこれにて終わりです。最強の軍師はトリッピーだったということで、はい、ほら、ザコが、ザコ片付けて、俺の女子トイレたちが。女子トイレ言うな。片付けてな、はい、負けたやつが片付けるんでね。ほら、ほら、はい、片付けろ。パクロ全部。パクロやめろ。全部パクロ、俺一人出そう、これ。三条とか七子とか誘ってこよう。あー、最悪だ。